はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちらスターウォーズエッグフォースシリーズです。はい、いろんな商品が発売されるウルトライクシリーズから、スターウォーズ関連が出ました。ラインナップは4種類で、ダースベーダー、R2D2、C3PO、ストームトルーパーです。パッケージの状態で、なかなかいい雰囲気出てますし、変形も面白そうですね。では、4つ一気にレビューします。 はい、中身はこうなってて、すでにエッグ状態から、だいぶ構成的ですね。特に、R2D2 とかは、一応自立してるんですけど、エッグというか、まんま R2D2 ですよね。で、そして、素晴らしいのが、ダースベーダー。なんと、付属品が、ライトセーバーつくんですよ。これはすごい。まずは2 2、R2D2。 全体は、こんな感じで、ホワイトの成型色をベースに、一部塗装。ここのパーツはすごくちゃんとしてますね。では、変形します。エッグフォース。まず頭を引っ張って、中からパーツを出します。カチャッと。サイドのパーツが出ますね。で、中心にパーツを寄せて、上からはみます。サイドのパーツをずらせば、はい、R2D2 の完成です。いやー、僕、こういうおもちゃ、めっちゃ好きです。<laughs> これいいなぁ。まあ、だいぶ突っ込みどころはあるんですけど、一応はちゃんと R2D2 になりましたよね。全体はこうで、車輪は付いてませんけど、この走行的な動きができます。へぇ、これは面白いなぁ。まあ、この辺の造形が元デザインと全然違いますけど、変形がとにかく簡単です。続いて C3PO。全体はこんな感じになってて、ゴールドの 生成色をベースに一部塗装。それでは、エッグフォース。両足を展開して、カチャッと。で、胸のパーツを開けて、中から顔を出します。で、パーツを元に戻せば、C3PO の完成です。おーこれもなかなか雰囲気出てますね。いい。エッグフォース、いいっすよ。後ろは、どうしても肉抜きが一部ありますけど、プロポーションは、 悪くないですよ。で、稼働は、両腕がぐるっと、ある程度動くのと、両足も変形の関係で、一応稼働はしますけど、まあ、C3PO ですから、ポーズは、このままで、全然問題ないですね。はい、近づいてみると、こんな感じ。R2D2 と並べれば、一気にそれっぽくなりますね。次はダースベイダー。全体は、こんな感じになってて、パッと見は、かなり卵っぽいんですけど、裏側が、いつものエッグですね。 しかもこのパーツは引っ張ると外れますから、実際はこういう形状です。それでは、エクフォース。外側を引っ張って外して、両腕を展開。足も、両足ともガパッと伸ばして、胸パーツから顔を出します。この辺はいつも通りですね。で、締めて、右腕に穴がありますから、ここにライトセーバーを差し込んで、さっき外した外側は、ヒンジでパーツを曲げて、 下半身にセット。完成、ダースベイダーです。いや、これはちょっと無理やりかな。全体はこうで、後ろのマウント部分はさっきのパーツがはまってるんですけど、マウントとローブが一体化しちゃってますし、この辺がちょっとって感じですね。全体はこのようになってます。ただ近づいてみると、なかなか顔の造形とかは意外と細かくってこだわられてはいますね。 3.5インチフィギュアと並べるとこうですから、卵型っていう制約の中では頑張ってる方なんですかね。ただ、ほとんど上半身は動きませんし、マウントパーツも取りやすい。4種類最後はストームトルーパー。全体はこんな感じ。これはなかなか背中のえぐれ具合とか足の曲線とか結構考えられてますね。上側、下側。全体は白い整形色をベースに一部塗装。 それでは、エッグフォース。足を展開して、胸パーツも開けて、中から顔を出します。で、元に戻して、両手を広げます。完成、ストームトルーパーです。これはすごくいい。プロポーションとか、全然無理してないですよね。はい、全体はこうで、後ろはどうしても肉抜きがありますけど、そんなの全然問題ないですよ。これ、かっこいい。 近づいてみても、顔もそっくりですね。おーすごいこれでダースベイダーと並べれば、かなり雰囲気出ますね。どうしてもこの並びがやりたくって、ストームトルーパーは2体買いました。はい、4種類を並べると、こうなります。全部並べると、相当いい商品に見えますね。まあ、実際、いい商品なんですけど、ちゃんとスターウォーズの雰囲気出てますよ。 ちなみに、全長サイズは、ウルトライグと変わりませんから、高さは共通なんですけど、元々のデザインのせいか、エッグフォースの方がごついですね。では、エッグ状態に戻しましょう。パーツを開けて、顔をしまって、足を畳みます。はい、一瞬で終わり。ダースベイダーもライトセーバーとマントを外して、同じように顔をしまって、足を畳みます。 そして上からマントをかぶせれば出来上がり。C3PO も手順は同じですね。足をたたんで手をまっすぐにすれば完成。R2D2 だけちょっと変わってて引っ張って展開して中にサイドのパーツを入れ込みます。そして元に戻せば、はい、どれも変形はすごく簡単です。 はいということでスター・ウォーズ・エッグ・フォースを紹介しました定価は1個1000円で今回僕は800円で買ったんですけどそこそこサイズもあって気軽に遊べるスター・ウォーズ玩具としては800円は全然ありですね特にこの2つはやっぱり並べるとすごく雰囲気が出ます以上スター・ウォーズ・エッグ・フォースの紹介でしたはいチャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリックスマートフォンタブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします